巷で話題の変わるビジネスリュック、夏のレジャーに使ってびしょ濡れにしてしまいました。はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。この開く PC バッグで有名な石谷正樹さん、それからね、有名ブロガーの小暮正人さんの両氏が作った変わるビジネスリュック、これをね1個もらって試させてもらってますけども、先日からねイベントで大阪とか行っててね、3日間の出張だったかな。その時にまあこれぐらいあるとね、これぐらいの容量だとねすごく使いやすいなと思って、それから東京に帰ってきてもまたすぐね、翌日には京都に2日間行ったりしてましたけども、そこで夏の京都といえばね、保津川下りしないわけにはいかないからね。川下りといえばね、関東の方だとね、例えば秩父長瀞の川下り有名ですけどもね、あれはねすごく区間が短いんですよ。保津川下りっていうのはね、1時間半ぐらいずっとね船の上にいます。変わるビジネスリュックを持って一番前の席に座りました。船の一番前の席に座りました。砂かぶりっていうか水かぶりですよね。まあ、保津が別にね、激流というわけではないんですけどもね、それなりに急流ポイントが何箇所かあります。その度にブシャー、ブシャーですよ。とにかく一番前の席にいればね、どん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 水をかぶる。大丈夫やったね、かからなかったね。ちょっと残念やね、水が多かったらバシャーっと飛び込んでる。まだまだかかる、これからちゃんとあるからね。使用したカメラはね、もう防水カメラじゃないともう故障するぐらいですからね。本当に大量の水をかぶる。滑った。ここたらがよ、怒らないようにしてよ。すごい水商売やからね、怒らないよね。で、船ですから水が入ってくれば当然船底に水が溜まるわけですけども、その上にスノコを敷いてバッグを置いてるわけですね。でもスノコがびしょ濡れになってると、その上にここの底を置いてるわけですね。本当にこれね、びっしょ濡れになって、その後夏の炎天下ですから、これ一番やっちゃいけないんだけど、どんなものでもやっちゃいけないんだけど、びっしょ濡れになったものを夏の炎天下で自然乾燥させちゃう。まあこれ仕方ないよね、船の上だからね。本当はねこれ拭いて陰干しするのがいいんですけども、夏の直射日光ビャーってね、もう船の上にいるから隠せないし、仕方ないの、乾いちゃった。しかもね、濁った水なんですよ。何日か前に雨降ったのかね、何なのか知らないけども、ちょっと保津川今回ね濁ってた、濁った水がかかっちゃって、それで炎天下でバーッと乾かすって、ね、本当にやっちゃいけない。さてどうなってることやら、これね、ここにコンピューターが入っております。昨日の夜新幹線で帰ってきてね、保津川下り終えてから新幹線で帰ってきて、初めてコンピューターを今出しましたね。コンピューターを今出して、濡れたりねして壊れてなければ、これあ、電源入った、入りました。いやー、高い防水性が証明されたというわけですね。そう言っていいのかな、そう言っても過言ではないんでしょうね。あれだけ濡れましたからね。このフラップね、これマグネットで付くフラップがあるんですけどもね、これも含めてね、コンピューターをしっかり守ってくれました。だからってアウトドアに使うものではないと思います。ビジネスリュックという名前ですからね。ここのポケットにはね、こんなポーチを入れておりまして、ここの中に何が入っているかと言いますと、はい、SSD です。この SSD もね、ちゃんと使えるかどうか。ガチャッと!おー、マウントした!ちゃんと SSD マウントしました。これね、僕のフォトライブラリーなんですよ。これまで撮った写真が全部入ってるんでね、すごく大事なんですけどもね。あれ?写真が出ない!あれ?あれ?あ、焦った、出た、よかったって、なんか便秘してたみたいだけど。それから今回使用したカメラは当然防水カメラです。こちらの方のレビューもね、いずれしたいと思いますけどもね、別のエピソードでまたご覧いただきたいなと思います。ジェット大輔チャンネル登録してお待ちください。